ナスつけれんか。ちょっとナスにつけれてる。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあいいよ。オッケーじゃないの。あ、それどっちか。もう前も後ろもあるで、どうする。ダイパン押さえてる。怖い。あ、やめろ。引けなかったか。はい。なんでそっち行くの。意味わからん。左手骨折したわ。すごい音してたな。意味わからん。何今の。赤コラ、赤コラ食らった後にボム食らって。あ、伊豆さんの気持ちってちょっと分かっちゃうんだよな。でも中毒性があるからね。うん、楽しいんだやっぱ。慎太郎とかよ、下打ちしてきたからな、ボム。下打ち。転がってる目の前にボム置いてきやがって。最低最悪やそれは。反省しろ反省。怖いな。おめえだけは言うな。本当だよ。あ、なんか反省しろ。流れに乗ったのに。マジ許されへんかった。すぐやられたらカスタマーセンターに連絡してるから、マリオカート公式が公式ホットラインあるのに。そうですか。僕打ち合わせでそれ言われたらなんか嫌がらせしてるみたいですみたいなこと言われたら、その時に思ってくれよ。事実だからしょうがないじゃん。涙流しながらあの時赤コーラ投げなければよかったって。ちゃんとさ、ちゃんと添付、うん、あの伊豆のチャンネルに上がってる切り抜き添付しよう。確かに。あれ動画になってるやつ、ね、そうだよな。その外役プレイ集集めてもうみんなで署名しようやもん。今こそ YouTuber の力を見せる。嵐してんって嵐してんってたもんな。自分で嵐ってたよ。今こそ YouTuber の力を使って編集するべき。本当になんか一致団結しますよね。僕が敵になった瞬間。足りねえだろ。仲良くしたいのに。仲良くしてやつの行動じゃねえんだよ。したいなら。